今日のたわわの輪はこちら、旬のオクラを紹介します。この番組はふるさとに根差し明日の鹿児島を作る JA 鹿児島県経済連グループの提供でお送りします。さあ、ではオクラのハウスにやってきました。よろしくお願いします。やってきたのは指宿市。こちらはオクラ生産者の前川さんです。ここ指宿市ってオクラが育つのに適した場所なんですか？そうですね、まあ、だから温暖な気候っていうのと、まず霜が降りないっていうのが、まあ、一番強いですね。だからここのうちのオクラもこれ2月に種まきをした分ですから、しかも暖房が入ってませんから、はい、全く無加温で、栽培ができるっていうのは、やっぱこの南薩地区のこの暖かい気候がうまく利用されてるのかなっていうのはありますね。オクラってどんな風に育っていくんですか？ここに花が綺麗なのが満開に、はい、花が全開で咲いた後はしぼんで、はい、花びらだけがポロッと落ちるんですよ、はい、これがポロッと落ちると下に小さい赤ん坊が、はい、要はこれがあとはぐん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 こう伸びてくる、全部こう上を向いてまっすぐこう伸びていくんで、うん、上に伸びていくのは私知らなかったです。ここでオクラの収穫体験。収穫のサイズっていうのが決まってます、はい、だいたい9センチから10センチっていうのがちょうどハサミ、はい、だいたいこれで私たちも目安にするんだけど、ハサミで収穫をして、ここの額から切り口のところ約1センチぐらい、はい、1センチぐらい残して、切ります。お、取れた。あ、水分が出て新鮮ですね。美味しそう。そのまま食べても、全然何も問題ない。美味しい。甘いです、ね、これ噛むとなんかおつまみ感覚で食べられちゃいますね。作業は朝何時ぐらいからされるんですか？今朝も5時からやってます。5時。管理作業しながらの収穫作業になるんで、はい、結構時間かかって、やっぱこの時間になるともう中も35度以上あるでしょ。暑いですね。暑いです。ただもうこれに慣れるしかないです、オクラ農家は。収穫の後は JA 鹿児島県経済連食の提案チームハッピーテーブルおすすめのオクラ料理をいただきます。まずは豚バラ巻き。いただきます。オクラに豚バラを巻いてシンプルに塩コショウで味付けをしたものなんですが、オクラそのものの味が感じられてとっても美味しいです。続いてチーズ焼き。オクラとチーズの相性がバッチリです。めんつゆと鰹節があえてあるのでとっても美味しくて、いくらでも食べられちゃいます。 JA 指宿のオクラは10月頃まで出荷される予定です。最盛期を迎えるこの指宿のオクラをですね、鹿児島県内の人たちにたくさん食べてもらいたいですね。ここで番組からのお知らせです。オクラを5人の方にプレゼントします。はがきに必要事項を記入の上、ご覧の宛先までお送りください。また、JA 鹿児島県経済連のホームページでも受け付けています。